酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは？申し分ない。腕はないが、肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。猛虎どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。タカにはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。坂井殿。小賀殿、叔父上の所在は？丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。ターンを待たせる気はありません。さようか。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げた。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですが、クロード。武士が全て撃たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た。今こそそうしたまやかしが捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、老子殿がお着きです。天気上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか？捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みも、そなたが耐えた苦しみも、ハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁には、
そなたはわしの後継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく、組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、ゆえに手ごわく、恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。Oh!
酒井、お前が先駆けを務めろ。奇策があるやもしれん。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう。あの矢倉、このままでは進めない。お前が策を練れ、あの兵器を壊すのは武士らしく、わしはここにとどまり矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。この上にとどまれ。行け酒井、木槍を奪え。シャツだ。どうぞ。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば、死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。
道は開けた。押し進め。陣を組め。行け。橋まで進むぞ。炎の橋へ進め。島を守れ。島を守るぞ。王鵬を海へ押し戻せ。敵が引いておる。押し進め。橋を見ろ。敵が敷いておる。ハーンが敗走を許すなど何か妙です。行かせた。あれじゃ犬死ねだ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったので。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。